はい、どうも皆さんこんにちは、ミサです。本日はですね、ドレッドバラージュ最終日ということなんですけれども、新しき境地に達してしまいました。はい、で、今回使っていきたいなと思ってる編成はモニカ採用型メイン武器、サラの四突武器、ランバージャックですね。で今回ね、ていうかさっきやったんですよ1回。もうあと本当に今日最終日でラスト1回なんですよね。強敵に挑戦可能回数残り1回って感じなんだけど、前回がね残り 2% で終わったんですよ。マジで苦渋舐めたんですけど、新参を舐めたんですが、まあ、ちょっと本日はそこら辺の対応策を練っての、挑戦となります。うん、で、まあ、その 2% までいったよっていうやつがメイン八幡なぎなたで、まあ、武器編成変わってなかったんだよね。このさ、メインが八幡なぎなたで、ここの、砂上の宮弦楽で、これが、ウォフマナ不獣だったんだけど、ウォフマナ不獣ってなんか結局後陣大という、まあ、微妙な数字に加えて守護将じゃないですか。うん、所詮ただの守護将じゃけえと、まあ、後陣なんてもうそんじょそこらで稼げるんじゃけえと、うん、それだったらじゃあこれで HP 上昇大にして、さらに治癒ついたらよくね、こっちの方がいいんじゃないと思ったんですよね。こっちの方が持久力増すわけだから、これでよくないかって思ったと同時に、これをメイン武器に据えるという考えも出てきました。うん、奥義効果がね、ダメ反射プラス味方全体にリジェネっていうことで、まあキャラクター枠でもともとジェシカ入れてたんだよね、モニカを。ジェシカにしてたんだけど、その分、このランバージャックが、あれだよね、回復を担ってくれる。そう、ジェシカの回復分をモニカにしちゃった。回復が足りなくなる。それだったらこっちでいけるんじゃないかと。で、さらにダメージ反射3回、主人公がね、あるんですよ。で、この主人公のダメージ反射ってダメージカットも込みだから、これで主人公が落ちにくくなるんですね。そう、主人公が落ちにくくなるっていうところと、あと、誰か1人が落ちる想定です。まあ、ぶっちゃけて言うとディアンサが落ちると思ってます。ディアンサが落ちると思ってんだけど、後半に。で、そしたらブローディアを出します。誰か一人を気合で落として、でブローディアを出して、でそこから、3ターン耐え忍びつつ体勢を立て直すっていう、今回は編成のスタンスを変えてみましたね。僕の集大成です。これがこれでいけると思ってる。悪くね、もうなんならもうこれもこの考え、俺はもう最後にかけるにふさわしいと。もうなかなかなかったでしょ、砂上の宮弦楽が読み方がまず合ってんのかもしれないんですが、ということで、フルオートやっていきたいと思います。対戦よろしくお願い。石間違えてないよね、石間違えてないよね、大丈夫だよね、編成も間違えてない。ちょっと待って、編成チェックさせて。今編成チェックします。編成、いや間違えてないですね。 OKOKOK で、まあ、モニカ採用なんだけど、モニカ採用はね賞味強いですね。グラビティ入っていく。ミストはよし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 、いいね。まあぶっちゃけ序盤は特に問題ないんですけど、後半のグラビティがしっかり入ってくれるかっていうのが個人的には大事な部分ですね。で、砂上の弦楽にしたことによって奥義効果のクリティカルと連撃アップがなくなってるんで、まあちょっとそのあたりが大丈夫かなっていう風に危惧してる部分はあります。で、奥義効果を使ったことによりリフレクトと全体リジェネ、もうこれによりもう死なないですね。序盤はもう 50% からが本番みたいなところがあるんで、まあとりあえず 85% の特殊食らうところあたりまでは見ていきましょうか。うん、85% の特殊食らっても、まあ、全然もう問題なく、まあ、リカバーできますねぐらいの部分を見せられたら、まあ、あとは僕黙るんで倍速処理したいと。とりあえず 50% まで倍速処理したいなと思ってますが、そう、モニカがね、奥義を使った後速攻1アビ使えるっていうのが、もうやっぱね、すげえ優秀なポイントポイニョですね。試練のひらめき。ここでオーバードライブできればいいんだけどね。まあ、ここでオーバードライブできる可能性、もしくは HP85% にいける可能性、性があるのはやっぱり、あれですね、八幡なぎなたメインだと思うんですが、まあ、ここでオーバードライブするじゃん。そう、ここでオーバードライブして CT マックスだけど 85% にいけるんだよね。そう、特殊食らいます。で CT がビゴリにマックスになります。マックスなのよ。で、ここで 85% 特殊受ける。まあ、割とこう、綺麗に受けれたんじゃないですか。最後だからな。マジでちょっと気合が入ってるところはある。まあ、ダイダル。ちょっとリジェネ見たいね。あ、水路食らった。水路初めて食らったかもしれん。まあ、あれですね。マキラのおかげで水路はほぼほぼ入ってなかったんですけど、まあまあまあ、いや全然ここまでは問題ないんですけど、ちょっとじゃあ回復量見てみようか。483。
これはあれですね、サラ向きのリジェネですね。でこれで水牢が解除されて4000ぐらい回復してるね。やっぱ回復量増えたのでかいね。でまあ回復量が増えて最大 HP が増えて、でその剣士の効果ですね、そう剣士の効果によって パーティーの安定性が多分より増したと思うんですよ。なのでちょっとそのあたりを、後半においては見せたいなと思います。それじゃあ、50% の方まで倍速処理していきたいと思います。今度は負けん、いや今度はない、俺にもう未来はないんで、最後任せてくれ、俺やるからよ、行ってきます。はい、ということで 50% の方になりました。まあ、モニカがねこの試練のひらめきでダメージディーラーとして大変優秀になってるんで、割とでもタイミング的には悪くないんじゃないかな。これ見てみると落ち葉抱きでゲージが上昇して、よいしょ、さあファイトスタートって感じだけど、まあデバフが入るかどうかですね。マキラ頼むぞ、お前の力に。おお最高だね、防御多分入ってんのガチだつい。 HP 的に見てもらえれば分かるようにもう8、9割維持できてる。で、まあ、回復量が超増えましたね、ブルーミン5フラワーズのおかげで、うん、シャーマンキングフラワーズ4800回復するんだよな。もともと3200とか3800ぐらいだったよね。めっちゃ増えてるような印象がありますね。うん、で主人公が木こりの歌中にできる回復が1000だったんだけど1380になってるから、まあ、やっぱ治癒スキルの恩恵を大きく受けてるような感じがします。でこの状態だったらアビリティ再使用可能になるんだけど、まあアビリティ使用感覚変更によってちょっと使えなアビリティが使えなくなったりするような感じですね。試練のひらめき、ただ来たね、スタンドプレイ、グラビティ使いたいな、グラビティ使いたい。うお、めちゃくちゃいいね最高だぜディアンサー、お前は最高の女だよ。じゃあここからまあ累積ダウンがちょいちょい入ってるんで、あとはグラビティチャレンジが進めばガチで熱い。でリフレクトとリジェネがついてるから HP 回復にかなり力が入っております。グラビティ上がれ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 、マジで上がれマジで上がれ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 。ただグラビティが上がらなくてもかなりやれてはいますね。グラビティ入らないとなぁ。いやまあでもこれ大丈夫、ゲージダウンですね、これゲージダウンなんで大丈夫で。さあグラビティ上がってくれ、この2ターンが勝負。グラビティグラビティ来たぞ、ミストじゃねこれ、これグラビティじゃなくミストではミザは気づいた、これはもしかしてグラビティではなくミゼラブルミスト、まさか。さあここで頼む頼む頼む、こいこい上がれ、グラビティチャレンジ、グラビティチャレンジ。いやでもオーバードライブじゃなかったらあれか、ゲージダウンのみか。頼む、アビリティの使用感覚をめちゃくちゃにしないで、私のことをめちゃくちゃにしないで、私のことをめちゃくちゃにしないで、お願い。いいよ来てるよ、グラビティ頼む、グラビティがお前の力になるんだ頼む。 38% グラビティ来た、グラビティ当たれ、これがこれ当たればマジで熱い。となると誰かが死にますね。こうなると誰かが死ぬんですけど、あ、いいんじゃない、これ最高じゃない、 35% に。あ、オーバードライブならないんや。さてちょっとグラビティここ外したの重いな。前回のですね 2% までいったやつは残り、10% の時とかでグラビティ外したのが痛かったんですよね。なんで、まあ、ぶっちゃけて言うと今なら、お、でもこれ水牢かかったってことはモニカ、あ、違うわ、マキラ落ちるんじゃない、これワンチャンマキラ落ちる説はある。ここで多段系の特殊が飛んできた時に多段系特殊モニカがよけ、ストームスラスト、ストームスラストいいじゃん。そう、モニカがかなり攻撃吸ってくれるんだよね、これ熱い。 31% グラビティ上がんねえかな、なんかの拍子に。いやモニカ本当にこうやって見てみると優秀なんですよね。さあこれで水牢が解除、4865。いやグラビティ入らなくてもここまでのカバーができてるっていうのはやっぱすげえ魅力的な部分ですね。モニカのおかげでチェインバーストの発生もしやすくなったから、まあ、かなりやりやすくなりましたね。あ、ダイダルウェーブ CT ランダムチェンジ、水牢入っちゃったねちょっとマキラがボコボコにされてるわ。これで2チェで防御ダウンと、うん、
いやまあでも 28% でこの状況であればまだ悪くね、グラビティチャレンジが成功すれば全然ありますね。さあこれでチェンバ発生で、防御力が下がっていく。 OKOK 全然いけるよ、頼む、ここ大事。なんかアビリティ上がれ。 89% あでもゲージ上昇量アップついてるから、これあれだね、マキラが奥義打つね。マキラ奥義打つ、照明 H25% まあでも 25% って特殊打ってこないんだよね。ストームスラスト、うんうんうん、ゲージダウン、まあまあまあまだまだ。グラビティ頼む、本当に一番大事なのはグラビティ。ただもうそろそろね、ミゼラブルミストがね切れるんだよね多分もうそろそろミゼラブルミストが切れるタイミングなので、ちょっとミゼラブルミストの更新とかも、なんか上がれ、本当なんかあれ、ミスト来た、あー防御ダウンが、まあ防御ダウンはね飾りよ、防御ダウンは飾り、大丈夫、まあ入らなくてもなんとかなる。これモニカが落ちるか、ストームスラストが多いとねモニカに攻撃が吸い寄せられるんで、モニカがねやられそうに、でもこれ熱いぞ、いけるって、これこれいける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 、誰か一人が落ちてほしいんだよな、あのダイダルウェーブで 2,3 人が落ちてもう大変、乗ると大変、誰か一人が落ちてくれるといいよ。マキラの DATA ダウン、熱い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 、ダイダルウェーブ、あーまあ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 、いやいいいい、あモニカ死んだなこれ、あモニカ落ちたか、まあでもしゃあないな、ここでモニカ落ちたのはもう正直しゃあない部分はあるんで、ただ悪くねえ、正直悪くないぞ。 15% の特殊食らった時にが大事ですね。あ 20% メールシュトローム、あここでメールシュトロームか、 OKOK 多段食らう、グラビティチャレンジ、まあ、モニカのゲージアップがガチ優秀なんで 19% です。よし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 、あるぞこれは、ある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 、これ落ちなかったらモニカでしぶとく耐える、ストームスラスト。さあどうなる、モニカ生きるか、生きそうじゃね、あ落ちちゃったか、まあまあでもしゃあない、ここグラビティチャレンジ、ここグラビティチャレンジ、ブロディア頼む、お前の力を見せてやってくれ、きたーグラビティきたこのグラビティは熱いって。で3ターンの間ブローディアに攻撃が集中するから 15% いけると嬉しいんだけどな、次ここで 15% にいけると嬉しいんだけど、ちょっと厳しそうかな。あモニカがいないとちょっとね、連撃面で少しというか扇がなくなるから回転率が少し悪くなるっていうのはダイダルウェーブ食らう、うん、オッケーオッケー、まあ、ただね問題はないですね。 17% 次 16% か、よし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 、グラビティ入ったの熱いね、これグラビティがマジで熱い、ここでグラビティ入った世界線がなかったんで今まで、よしよしよし、さあここから 17% です、 16% 15% いくかな、微妙、いやいきそうだな、さすがに火力はあるだろう、76万ダメージ低くね、15いかない、あそうなんだ、ここで防御ダウンして、じゃあここで15いくね、まあ、割と効率は良くはなったんじゃない、ここで 15% の、ここ次 15% でしょ絶対、 15% の特殊技あんのか分かんないけど、15の特殊技食らう、15の夜、ドゥルンドゥ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 ルン、一人の夜、デレレテテデレレレテデレレ、さあここで回復、あちー、いやグラビティさっきね、さっきの思い出、前世の思い出をめちゃくちゃ語るんだけど、さっきはねめちゃくちゃここら辺でね特殊技食らいまくってパーティー壊滅したんですよ。なんですけどグラビティのおかげで1ターンの猶予があるから押し切れると思う、これは押し切れるはずや、頼むで、頼む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 、いいよ、カラフルチア、ミゼラブルミストが、あ防御ダウンはまた入らないのね僕ではまた入らないのね、でも悪くないわ、リジェネが入ってて、でさらにリフレクトあるから主人公の HP がかなり高めに保ててるっていうのはでかい、やっぱ反射のおかげだよなこれ、主人公は反射のおかげでダメージが、ほら俺他のキャラ全員7000だったけど主人公5000食らったじゃん、反射のおかげなんだよね、反射のダメージカットのおかげでかなり主人公への火種が抑えられてる、うん、これによってあの主人公が落ちるっていう心配はなかった、なくなったのは個人的にはかなり熱い部分、いててててててて DATA 下がってるんだから、ほら
DATA 下がってるんだからちょっと忖度していただかんと困るんだよね。さあここで CT マックス、いやでもいけるよこれ、いけるいける、ある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 、キコリの歌が発動すると熱い、グラビティ、あ、もうこれでグラビティが切れるというその心配はない、頼む。あーでもモニカの、あ、モニカじゃない、マキラのニアビが落ちてますね。ストームスラスト、オッケー、ストームスラストは大丈夫よ、ゲージダウンだから。アビリティ上がれ、なんかアビリティ上がれ、グラビティ入ってるとここで2ターン殴れるから、なんかのアビリティが上がる可能性が超高いよね。なんかのアビリティ上がれっていうその熱い思い、きたーマキラ、ナイス DA ダウン。ここで防御下げれたのはでかい、押し切れる 7% よ。さあブローディア1アビ上がれ、ブローディアの上がった。しかもミゼラブルミストチャレンジある、ミスト防御ダウン、きたー、世界が俺に勝てって言ってるよ母さん、これは来てる来てる。ブルーミング5フラワーズで HP、 シャーマンキングフラワーズで HP を回復して安定感さらに増し、本質情報サラコトやな、これサラコトのおかげでお前フルついに、いや俺もうなんならクリアした気分で生きてるけど、どう、あ、キコリの歌、これのおかげでね全体回復するんだけど、この全体回復が1400回復するんで意外とバカにならないですね。これで不可侵回帰終了かな、もう1ターンある、人形、あ、もう1ターンあるね、不可侵回帰、熱い熱い、これで、あ、いいよ、累積ダウン入ってるよ。まあでももうデバフの準備は完了してるから、あとは押し通すだけじゃ。みんなありがとう、これが俺の回答だ。動画をただ攻略する、動画をただ見て編成を使うだけではない、俺なりの回を見せられたんじゃないのこれということで、討伐ソロ、フルオートソロ達成いたしました、やったーという感じですね。まあ、今回の編成見直していくと、ランバージャック、ディアンサ、モニカ、マキラでブローディア、カイムっていう形なんですけど、まあ、モニカに関してはね、あの新キャラで採用しましたね。まあ、1アビが全体ゲージアップで、さらに奥義効果でリンクアビリティ即時使用可能だから、奥義の回転率が上がるでしょうということで、ディアンサの水牢解除とか、うん、ディアンサとかが水牢を解除する奥義のクリアとか回復率が上がるっていうのをその回転させましょう、モニカでいいんじゃないと。でサポートアビリティで防御アップがあるから、まあ、これで使えるんじゃないかっていう理由で採用してみました。で、まあメイン、あ、その分ね、もともとジェシカがいたんだけど、ジェシカの回復を切ったので、もうちょっと回復量増やしたいなって思ったところで、白羽の矢が立ったのがこのサラのことです。はい、このことが、まあ、リジェネついてるし、あと主人公のダメ反射、まあ、ダメ反射ってダメージをカットしてから反射するんで、主人公が生きやすいだろうっていうところで少しちょっと悩んだんですけど、最後の最後だったからね、大丈夫かなと思って採用してみたんですけど、これが大ハマりしてましたね。うん、八幡なぎなたで火力あったから、この火力捨てるのはどうなんだろうと思ってたんですけど、まあかなり良かったですという感じに、落ち着いたということで、本日、ドレッドバラージュ最終日175強敵フルオート、うん、まあこれ入れてる人いなかったたよね、わかんない、俺が知ってる限りだといなかったかなということで、まあ、僕なりに答えを出したので、ちょっと今回は満足しましたよという、動画でした。いや、なんか達成感あるな、やったぜ。ということでまたお会いしましょう、じゃねーん、バイバーイ、よければ高評価チャンネル登録お願いします。